吉田さんの発見動画チャンネルの吉田さんです。今日は隣の横浜市です。横浜市というと大都会なんですけども、広い広大な地域ですので、周辺にはこうしたまだ住宅地がたくさんあるんですけども、一部に、農業地域、農業振興地域がありまして、今日そちらの方の田んぼに来ているわけであります。いわゆる田んぼ、水を張ってこちらの方で水筒をしているわけですが、今日こうした小さな機械ですけど、あそこで刈り取って、あるいは一番向こうでは、一番端っこの列は手釜で刈り取りが行われました。今ちょうど刈り取った稲わらがそばにあるんで、邪魔になるので全部並べ替えておられるところです。こちらはちょうど町田市のお隣、横浜市青葉区という日本で一番この非常に皆さんたちが住みたいというふうに言われている町なんですけども、そうした住みたいという理由の一つに、非常にこの誘致が密集したところもありますし、そうした緑のところもあるというのが皆さん方が好まれているところだろうというふうに思います。ちょうど今日は9月の末、ちょうど稲刈りのシーズンに入りまして、稲刈りの現場にやってきたところです。